ですね、私が、この春にもう延期になってしまったんですけれども、ディナーショーを新潟で、する計画を練っていました。そのディナーショーっていうのは新潟の観光もしてっていうツアーを組んでのディナーショーを考えていて、私自身とても楽しみにしていたんですけれども、やはり思いっきり楽しめる時期に延期しようということで、今回は見送りました。必ずこの状況は変わると信じているので、その日が今年じゃなくても来年でもいつか必ずできると信じています。その時はぜひ皆様、遠方の皆様も新潟にいらっしゃるし、またそこでいろんなお知り合いと友達になって、輪を広げて楽しい時間になれるように皆さん楽しみにしていてください。見よう、その先にある光を。